食った早一撃でかかりました。まあ潮のよれとか流れだったり、この常夜灯だったり、その日の要素を意識しながら、この駆け引きが楽しい。このサイズまでかけちゃいます。1.6インチ、絶妙なサイズ感が、おーいいいね。豆味にめちゃくちゃいいんですよ。こんばんは。今回は、夏初夏の漁港で、アジングですね、アジを取るための釣法にやってきました。で、まあ早速常夜灯の効いたいい場所に入れてるので、まあ今日がどんな状況か探りながら早速スタートしてみたいと思います。時期的に行くと豆アジがメインになってくると思うんで、早速ではあるんですけど、小悪魔ジグヘッドでもう当たったやつは全部かけてやろうっていう勢いで、小悪魔の 1g にワームを、そうですね、まずはブーティーで様子見していきたいと思います。チャートスタートで、クリアチャート、ちょっと様子見で、とりあえず 1g で風の具合とかをこう見ながら、食った早っ取るためも言う間もなく、おおいいね。お、正体は豆アジ。今日のメインターゲット早速来ました。こんな感じです。いきなり来ちゃいましたけど、夏はやっぱりあのサイズ豆アジが多いんで、小悪魔ジグヘッドで、今のも本当フォール中でちょっと木抜いててもあの針ならかかってくれるんで、当たった。おう、この夏の漁港で、まあ、あの大事な要素というか、まあ、これも夏に限らずですけど、やっぱ夜はこの常夜灯で、ここは結構漁港の何でしょう、出入り口というか一番外側にある堤防なので、結構この潮の動きもあって、常夜灯と流れと、とにかくなんかこうその日の要素を意識しながら、流れだったりこの常夜灯だったり、まあ潮のよれとか、おっしゃ、やってると、まずはポイント選択としてはいいと思います。めっちゃいますね。おっしゃ、いいね、楽しい、よっしゃ、いいね。このサイズだからこそこの針が強さを発揮します。ガンガンいきます。とりあえず結構いい感じなんで、このまま様子見ます。まだ結構上の方のレンジ、水面直下とか1メーター2メーターぐらいまでしかやってないんで、まあそのキャストごとにちょっと狙うレンジも変えながらやっていきます。もう本当結構釣れるまでは一頭ごとに、今さっきは水面直下やったんで、このキャストはちょっと沈まして、一頭ごとにレンジも変えつつ、お、当たる、当たりが多いんが魅力ですよ、この釣りは。今実際ちょっとこう当たってるけど、ちょっとかかりにくい状況が続いてるんで、この後ちょっと作戦変えてバチバチかけていけたらなと思います。
新しく出るスタンっていうワームなんですけど、サイズ展開が2インチと 1.6 インチあって、で今日みたいなあのさっきブーティーの2インチでやってて、ちょっとこう乗りづらいなっていう感じだったんで、この新しいスタンの 1.6 インチ、このね 1.6 インチ絶妙なサイズ感が豆味にめちゃくちゃいいんですよ。ほんとビビたる数ミリの差なんですけど、これでもねだいぶかかり変わってくるんで、いいね。作戦通り 1.6 インチに落としたら一撃でかかりました、ね、この夏このサイズなんで、結構ワームのサイズ感とかジグヘッドの軽さ重さとか意識しながらやってもらえると、だいぶこうフッキング率とかも変わってくると思うんで、いろいろ探りながらやりましょう。めっちゃシンプルなピンテールなんですけど、シンプルの中に本当まあ肝が1個あって、まあ、くびれがついてるんですけど、そのくびれのおかげでめちゃくちゃねこのワームの吸い込みも良くて、特に豆味なんて本当当たりあるけどなかなか乗らないみたいな釣りなんで、こういう時にはいいっすね。お、食った、離した、あうっ、もう一回来るか、いやー、この駆け引きが、この駆け引きが楽しい。あー、これ外れそうやな、かかってるけど、めっちゃちっちゃいよこれ、見て見てください、これがかかる。コアグマはこのサイズまでかけちゃいます。ちょっとワームの色をオキアミグローに変えて、カラーローテですね。これはもうせっかく今いい感じにずっと当たってるので、これをこう止めないためにも適度にカラーチェンジしながら、すごいちっちゃいのが多いですね。乗れ、乗った、乗ったけどすごいサイズ。かわいこちゃん、小悪魔は乗っちゃいます。おお、すげえ。なんといってもこんなサイズでもおっしゃ、当たりがドンって出るのがいいんですよ。これこんな感じでこのサイズでもバシバシかかってます。イエス、これも食ってるな、離せ離せ、クソ、下のレンジ探りたかったんですけど途中で。おお、いいよ、ういし、いいね。ポロリがだいぶ減った気がしますね。このほんと微妙な数ミリのサイズ感めっちゃ大事ですね。おっしゃ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、楽しい、おいしょー、豆ちゃん、いいよ。ジグヘッド今 0.8g ついてるんですけど、これ 0.6 に軽くします。軽くするとその分魚にとっては吸い込みやすくなるんで、ね、さっきはワームのほんと数ミリの差であんだけ変わったんで、このジグヘッドの 0.2g の変化でもだいぶ変わるはずです。 0.6、ね、軽いのになればきっと吸い込みも良くなるということで、おお、持ってった、おっしゃ、超ミニ、ミニマムやけど
よし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 、かかります。え、ちょっともうどれぐらいかかるか合わさずに行ってみます。すごい今も当たったな。もうちょっと投げて巻いて合わさずに行こう。 お針先だけ乗ってる針先で乗ってる。これはやばい。今日一ちっちゃい、今日一ちっちゃい。そのまま上がってすごないですか。このサイズでもかかっちゃうんです。おっしゃ、すごい。このサイズがこんなコンスタントにしっかりかかるってなかなかっすよ。イエーイ。これね、このサイズでも落ち着いて、これね、ワームの吸い込みやすさとジグヘッドの吸い込みの良さとで、小悪魔のフッキングが全部がこうマッチして、本当この夏アジングを本当に楽しくしてくれる必須アイテムですね。まあ、あとは本当こうまだアジング始めて間もないですとか、アジングちょっとまだ慣れてなくて難しいって方もこの夏にやってもらえると、本当魚からの答えがとにかく多いんで、こういう軽いジグヘッドを扱う練習にもなりますし、めちゃくちゃいいですよ夏の豆アジング。そういう意味でもだいぶ連発してたのが一気に落ち着いたんで作戦変えます。で、なんならついでにちょっといけるかは分かんないですけど、サイズアップもついでにちょっと狙って、ジグヘッドをちょっと重たいのに戻して、でレンジを今日割とこう水面からほんと1メーター2メーターぐらいのゾーンをずっとやってたんで、もうちょっと深いところ、深いレンジでどう変わるかやっていきます。小悪魔ジグヘッド1グラムでブーティシェイク2インチ。今度はねちょっとサイズアップも狙いたいんで2インチに戻して、いや、あの微妙にフッキングが難しい感じがこの釣りのねこう怖いとこなんですよ。中毒性あって、さあ今度はかかってやろう。水面割るときにバレちゃうんでね。おいおい、最後頑張る。おお、豆アジはよっしゃ、イエーイ、食いまくり、いいね。よし、しっかりかかった、いいね。おお、これ一匹一匹積んだ。おお、結構パワフルっすね。いいね、バンバンいきますよ。おーい、いいね。おお、楽しい楽しいよ。一丁あり、一丁上がり、違う番組でしたね。今日はね、この夏の漁港でアジを取るための調校だったんですけど、まあ本当こう夏の、まあ、漁港でどういう感じでまずアジを釣っていく、釣っていく前にどういう場所を選択するかっていうところで、今日で言うとこの常夜灯と流れの効いたこの2つの要素を、まあ、選択して、まあいい感じにこう見事にアジも溜まっててっていう感じでやれたのと、あとはその、まあ、溜まってる主に豆アジをいかにこうフッキング上げていくかっていうところで、ワームのサイズを、2インチから 1.6 インチにちっちゃくしたり、
ジグヘッドのウエイトを軽くしたりで、結構その辺の何でしょうローテンションでうまく釣っていけたので、本当にこの夏の名物マメアジングを全力でエンジョイできました。まあ、これからこの夏のシーズン、本当あの全国的に今日釣ってるようなマメアジが多くなるんで、マメアジは本当もういるとこにさえ見つければめちゃくちゃ簡単に釣れるし、当たりも多いし、すごいこうアジングの何でしょう練習にもなるんで、ぜひ皆様この夏のマメアジング行ってみてください。今日はじゃあこの辺で終わりにします。さよなら。